今回のお話は、にぎ、ほうり、山幸彦、うがやふきあえず、この三柱です。鹿児島県には古事記の神々が眠る御用、お墓、が3箇所あります。古事記を読むとアマテラスの孫のにぎの代から、寿命、が与えられたことによってお墓が存在します。天孫降臨で高千穂に降りてきたにぎ、その子のほうり、山幸彦、さらにその子のうがやふきあえず、の三柱の神です。にぎを祀る霧島神宮、ほうりを祀る鹿児島神宮、うがやふきあえずを祀る宇土神宮は有名ですが、お墓はあまり知られていません。南九州一帯に伝承地がいくつか存在してましたが、明治時代、明治天皇によって指定され現在でも宮内庁が管理しています。さて見てみましょう。まずはにぎの絵の三陵、薩摩仙台市、薩摩国一の宮とされる新田神社の奥に御陵があります。御陵と神社が一体になっているのはとても珍しいケースですね。御陵の形は定かではなく四角い方墳とも、丸い円墳とも言われています。大正9年には昭和天皇、当時皇太子が、昭和37年には上皇陛下、当時皇太子、と美智子上皇后陛下、当時皇太子妃、が参拝されました。続いて法理、山幸彦の高屋山陵、霧島市。古事記に、高千穂山の西と書かれていたためここが定められました。この鳥居と柵からさらに60メートル上の山頂にあるそうです。形は丸い円墳。大正9年には昭和天皇、当時皇太子、が東郷平八郎を伴って参拝されました。最後はうがやふきあえずの愛良山陵、鹿屋市。全国でもとても珍しい、岩屋の御用で、宇土の岩屋と呼ばれてます。鳥居の奥は洞窟になっていて大小2つの塚があります。大きい方がうがやふきあえずで、小さい方が妻の玉より姫です。初代神武天皇のご両親ですね。どちらも丸い円墳。伊勢神宮の伊鈴川のように清らかな川が流れていることから、小伊勢とも呼ばれてます。余談だけど昭和10年に昭和天皇がこの地に行幸されたのを記念して、御陵のそばに記念碑が建てられました。その3年後に台風災害により記念碑が流され長らく行方不明になっていました。それが52年後の平成2年に4キロ下流で発見され再び建てられました。いかがでしょうか？どこも荘厳で神秘的で、古事記の神話の世界に誘わされそうですよね。現在でも新しい天皇が即位した時には、一代一度の儀として山陵に勅使を派遣し公平、祭祀が行われます。令和2に夜代わりした令和2年3月にも行われました。ぜひご参拝ください。では今回はここまで。